この動画ではフリー同時コインの出金方法について詳しく解説します。はい、こんにちは、ハチノです。今回はフリーフォーセットのフリー同時コインですね、こちらの出金方法を解説していきたいと思います。じゃあね、早速ですけれども、この画面で右上にウィズドローとウィズドローアルとウィズドローと2つありますけれども、右端のウィズドローから出金申請していきます。はい、こちらをクリックしてください。はい、そうしましたらね、こんなポップアップが出てきます。ウィズドロー同時ということで、最低出金額30同時からになります。はい、で注意点はですね、ここですね、 Please use only a 同時アドレス、はい、で It starts with D と D から始まる同時コインのアドレスを指定してくださいということですね。じゃあね、早速同時コインのアドレスをセッティングしていきますので、こちらのねセッティングというところを押してください。はい、そうしましたらね、セッティング画面になりますので、はい、ここですね、同時アドレスというところに、はい、同時コインのアドレス入力していきますけれども、今回もですね、またトラストウォレットですね。はい、結構このフリーフォーセット系トラストウォレット一つ持ってると、いろんな暗号通貨ね、このトラストウォレットに、はい、管理できますので、ぜひね、この機会にトラストウォレットまだ持ってないよという方はね、この動画見ながら作っていただけたらと思います。はい、ここからはね、トラストウォレットを作った前提で話をしていきますので、まずはね、トラストウォレットをご準備ください。はい、じゃあですね、トラストウォレットのこの右上のね、このマークタップしていただくと、まあ、こんな画面開きますので、検索窓に、まあ、同時と入力してください。そうするとね、いろんな同時が出てきますけれども、まあ、多分一番上にある同時、はい、このマークの同時コインね、はい、を右側のこのスイッチを青色にしてくださいと。はい、で青色にしましたら、この同時というところをタップしてください。はい、そうしますと同時コインのねウォレットになりますので、ここで受信するというところをタップしていただいて、そうすると QR コードとアドレスね、 D から始まるアドレスですね、出てきますので、コピーと押してください。はい、そうしましたら、先ほどね、設定画面に戻って、こちら、同時アドレスに、先ほどコピーしてきたものを貼り付けますと。はい。そうしましたら、チェンジ・ウィズドローアル・アドレスというところを押してください。はい。で、赤字で、はい、アン・イメール・ワズ・セント・トゥ・ユー・フォー・コンファーメーションというね、文字が出ますので、登録してあるメールアドレスね、確認してください。はい。で、メール確認するとね、こんなメールが届いておりいると思います。フリー同時からですね。はい。で、チェンジウィズドローアルアドレスということで、こちらに URL ありますので、こちらをクリックしてください。はい。そうしましたらね、チェンジウィズドローアルアドレスという画面になりますので、これでアドレスの変更が完了しました。はい。じゃあまたね、一番右側のウィズドローアルというところを押していただいて、はい。今度はね、この同時アドレスのところに D から始まるアドレス入力されていると思います。はい。じゃあね、金額、はい、入力していただいて、で最低は30からなので、今回はね30と入力して、はい、でウィズドローと押しますと。はい、そうしましたらね、こんなメッセージが出ていますので、ちゃんとね、入金着金したかウォレットの方で確認してください。まあ、大体すぐにね届くと思いますけれども、まあ5分10分くらい待ってみて、はいね、はい、確認していただければ確実かと思います。はい、そうしましたらね、ウォレットの方にちゃんと30同時ね、はい、届いてますので、無事出金ができました。はい、でフリー同時の画面を見てもステータスですね、このウィズドローのここのステータス、ウィズドローアル2の方を見るとステータスが書いてありまして、まあ30同時ね、はい、ちゃんと、ペイドということで確認できましたので、こんな感じでね出金していただけたらと思います。はい、ということでね、今回は同時フリー同時コインの出金方法を解説しました。結構ね、同時コイン貯めるの時間かかりましたけれども、はい、無事ね貯まって出金できましたので、ぜひね、はい、1時間に1回スロットを回してたくさん同時コイン貯めていただければと思います。でこの同時コインとね同じような、全く同じね構成のサイト、全部で20サイトありますので、はい、20サイトね全部登録していただいてね、一気にまあ20秒でパソコンあれば20秒で回せますので、はい、ぜひフリーフォーセット1時間に1回20個のサイトを回してね稼いでいただけたらと思います。
で、それ以外にもね、同時コイン配っているサイトいくつかありますので紹介します。こちらもフリー同時というね、フリー同時コインという名前なんですけれども、はい、同じようなサイトありますので、こちらもぜひですね、はい、登録していただけたらと思います。こちらも1時間に1回ですね、フリーで同時コインもらえますと。はい。で、こちらがその解説動画になりますので、ぜひね、この動画見ながら設定していただければと思います。はい。そして、コインペイユーですね。こちらもフォーセットサイトですけれども、ここでもね、同時コイン無料請求できますので、これもね、ついでにやっていただけたらと思います。こちらも1時間に1回請求できますね。はい。まだまだありますね。ファイナルオートクレーム。こちらでも同時コインで出金できますので、はい。ぜひね、こちらも登録していただければと思います。はい。まだまだありますね。こちらはフォーセットクリプトですね。こちらの方でも、はい、同時コイン引き出せますので、はい、こちらの方でもしっかりね、フリーで稼いでください。無料で暗号通貨獲得してください。まだまだあります。はい、ファイヤーフォーセットですね。こちらも同時コインで出金できますので、これもね、合わせてやっていただけたらと思います。はい、で、これが最後ですね。はい、フォーセットペイ。これね、本当にフォーセットの定番、大定番ですね。多分世界で一番フォーセットサイトとしては優秀だし、使われているし、歴史も古いし、ということで、はい、人気のね、フォーセットサイトになりますので、ぜひね、こちらも登録していただいて、で、ポイントを貯めて出勤するときに同時コイン選べますので、はいね、同時コインで欲しい方は、こちらも合わせてやっていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。無料で暗号通貨がもらえるフォーセットサイトの20番目のコインは BFG トークンです。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の BFG トークンがもらえます。BFG トークンをベッドフューリーでステーキングすれば、さらに暗号通貨を増やすことができます。姉妹サイトで全部で20種類の暗号通貨がもらえるので、全部登録しましょう。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、同時コイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて、1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。2013年から運営している老舗のフォーセットサイト、コインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。独自のポイント、ダッチーを貯めて70種類以上の暗号通貨に交換できる無料フォーセットサイト、ファイナルオートクレームです。30分ごとに回せる2つのスロットと PTC ショートリンクでポイントを貯めて、ポイントを使って好きな暗号通貨に交換することができます。フォーセットクリプト .com 無料でコインを獲得して17種類の暗号通貨で出金が可能なフォーセットサイトです。30分ごとにクレーム請求したり、デイリーボーナスやレベルボーナスでコイン獲得数を高めることもできます。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインテプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインテプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。2018年から運営している本家地サイトで無料フォーセットとしては業界最高報酬の BS スピンです。20分ごとに無料でビットコインをもらうことができ、1日最大2160サトシをゲットできます。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。トラストパイロットで4つ星以上を獲得しているビットコイン専用のフォーセットサイトを3つ紹介します。15分ごとにビットコインを無料でもらうことができます。
5分ごとにスロットを回して暗号通貨をもらうことができるフォーセットサイトを一気に3つ紹介します。短時間で一気に参与したい方、とにかくたくさんのフォーセットサイトで稼ぎたい方におすすめです。日本語対応しているオンカジサイト、トラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ペットフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi& NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。マイクロペイメントに対応したマルチカレンシーウェブサイトウォレット、フォーセットペイです。多くのフォーセットサイトと提携しており、フォーセットペイへの出金の場合、最低出金額が低く、手数料をゼロに抑えることができます。歩く、水分補給、瞑想、睡眠などの健康課題を完了することで暗号通貨を獲得できる Move to Earn アプリ、パムルです。iPhone のヘルスケアや Google Fit と連携しているので、他の Move to Earn アプリと併用して暗号通貨を稼ぐことができます。コアマイニング、日本では全然知られていないですが、2022年9月時点でユーザー数8000万人超えの世界一の暗号通貨コミュニティです。ビットコインとイーサリアムのいいとこ取りしたブロックチェーンです。アプリでマイニングできるのは2022年12月12日までなので、今すぐマイニングを始めてください。未来のデジタル通貨、チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ、2021年12月スタートしたばかりで、ファーストステージで稼げます。ビットウォーク、毎日歩くだけでビットコインが貯まるムーブツーアンアプリです。広告動画を見て5倍のビットコインを稼いだり、ビットコイン価格を予想して稼ぐ、ガチャで稼ぐこともできます。招待リンクからの登録で100回分報酬を2倍で受け取れます。ゲームをすることでお金が稼げるアプリ、マネーウェルです。以前は放置しても稼げたようですが、最近はタスク完了やゲームで一定のレベルに到達しないとポイントが稼げなくなっているようです。ゲームをやる方であれば、ついでに稼げると思います。歩いて稼ぐウォークトゥーアンアプリの第5弾はアルコです。歩く以外にもビットコインやイーサリアムの価格予想で稼いだり、ミニゲームでも稼げます。ヘルスケアアプリと歩数連携しているので、他のアプリと合わせて稼ぐことができます。アルコイン、移動するだけでコインやポイントがもらえるので、ウォーキングや散歩ダイエットの習慣づけ、健康管理、ヘルスケアに効果的です。アルコインは歩いてポイントを貯めて、貯まったコインをいろんなペイと変えられる無料の歩数計ポイ活アプリです。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリ、コインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリ、スウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので、今からたくさん歩いて稼ぎましょう。歩いて稼いだポイントでギフト券がもらえるウォークトゥーアンアプリ、ステッパーです。他のウォークトゥーアンアプリに比べて広告が少ないので、ポイント回収しやすいおすすめのアプリです。
歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリアグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。日本人の10人に1人が使っている移動するだけでポイントが貯まる超簡単ポイ活アプリトリマです。位置情報と歩数データ両方の移動にそれぞれポイントがつきます。移動以外でもポイントを稼ぐことができるアプリです。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークツーアン、ムーブツーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや B ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の BCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。 B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストップです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシー、オピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して、投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリ、ユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリ、ヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。無料でビットコインがアーニングできるアプリ、エンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。
ハニーゲインに続く無料で稼げる不労所得アプリポーンズアップです。機種変した古いスマホでも十分に稼げるので、個人情報が気になる方でも取り組めます。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。自動的にお金を稼ぐウェブサイトマイニングアプリスエルディートです。家を購入し、毎日ワンタップでコインを稼ぎ、暗号通貨と交換できます。自動的にお金を稼ぐウェブマイニングアプリアイドルバンクです。1日1回ワンタップで実際のお金と交換可能なコインを生成する仮想銀行を開くことができます。1日1回アイスクリームマシンを起動して暗号通貨を稼ぐクリームゲームです。アプリのダウンロードは必要なく、ウェブサイトでマイニングするフォーセットサイトです。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。